昔砂漠でのサバイバル術の本を読んだことがあるのであります。おお、どんな方法？淡雪殿、おしっこをしてください。おし、待て。ご説明しましょう。砂漠で水を得るには穴を掘っておしっこをし、そこにビニールをかぶせると蒸発して水を集めることができるのであります。いや、そんな方法で生成された水飲めるか。そうですよ、カエルはママのおっぱいで喉を潤したいです。こっちはこっちで何言ってんだ。さあ淡雪殿、おしっこしてくださいであります。カエルにママのおっぱいをください。淡雪殿、おしっこ。ママ、おっぱい、おしっことおっぱい、どっちも却下。